プラスマイナス岩橋吉本興業と契約解消、もちろん面識あるし、 X でいろんなこと言って岩橋さんがまあたびたびこう話題になったりして、でまあなんかうん、吉本興業と契約解消になったという流れなんですけど、まあね、これ今その岩橋さんに付随してまあいろんなこと起きてるやん。じゃあお笑いコンクールがこうだったとか、まあいろんな芸能人の人がこうだ、この人はこうだとか、挨拶虫がどうだ、まあ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 いろいろ含めてちょっと3つだけ、まず1個目、岩橋さんに死んでほしくない、これも絶対で、2つ目が岩橋さんは面白い人だということ、後輩のこんな尖った僕が言うんですから、先輩に喧嘩売りまくってるね、方々に喧嘩売ってる俺が言うね、いや岩橋さんはやっぱおもろいよ。で最後3つ目、カジサックの電話のくだりおもろすぎる。岩橋さんが急にポストしたんですよ、今カジサックから電話あった、きっしょ、食いぶちにされるんかな、金の匂いしたんかな、ハイエナ、おもろすぎるやろ。